本日もお疲れ様でした。さて、カープも話題は盛りだくさんではありますが、はい、今日はですね、やっぱりちょっとサンフレッチェでしょう。でしょう。サンフレッチェバージョンで今日お届けしたいと思います。はい。はい、サンフレッチェなんですが、改めてちょっとおさらいをしていきますと、はい、まず今シーズン J リーグ、リーグ戦ですね、18チーム中現在3位でございます。昨シーズンは18チーム中11位でしたので、はい、まあこの上、かなりいいですよね、はい。8月は無傷だったのがね、良、はい、かったですよね、はい。はい、そうなんですよ。で、リーグ含めてね、カップも含めてか。はい、そうです、そうです。で、続いて天杯なんですが、16日、明日決勝戦、ヴァンフォーレ甲府ですね。そうそうそう。ちなみに、元ヴァンフォーレ甲府の選手が、はい、佐々木翔選手と柏選手と、はい、ねえ、フルス相手に決勝戦えるってすごい幸せですよね。松田選手も去年まで、ああ、言ってたんだ、松田選手ね。そう、それで今回はですね、私と山内さん、はい、だけではなくですね、はい、今声が入った。そうです、今先に声が入りました、はい、弊社の TSS の、サンフレッチェ担当というか、はい、スタッフサッカーの担当記者、音声のみの参加となっておりますがちょっとわからないことは私たちもこのカメラ越しに聞いていこうと思いますので、はい、で話戻しますと、そう、野津田選手もがですね、と今津選手も、今津選手もいらっしゃいます ね、なんだ、そのルートあるのかな。あるんだ。そうなんだ、はい。で、ルヴァンカップなんですが、これは、はい、来週です、22日、これ土曜日ですね、はい、うん、決勝戦、セレッソ大阪、8年ぶりの決勝進出、ルヴァンカップは今年30回目、国立競技場で決勝戦。ねえ、国立競技場、国立競技場、かっこいい、いいですね。まあ、まあ、まあどうなんだろう、こんな日本一を、ね、日本、あれ、まあ日本一じゃないですか。うん、これが1週間の間に2試合あるとなかなかないんじゃない。だから天皇杯大体本当はね、お正月元旦、はいはい、決勝だから、うん、まあ、ワールドカップの関係でこうなって、この日程はすごいよね。すごいですよ、この10月後半に、ね、先ほどね、オンエアで西山さんは寝れないって言ってましたけどね、選手どうなって、ね、いや、なんかもうモチベーションというのがマインドが上がりっぱなしだよね。そうですよね。そうなんですよね。で、まあ、なぜこんなにサンフレッチェ広島、はい、今シーズン強いのかといったところをですね、はい、まあ、担当坂本さん言っていいですか、名前、はい、大丈夫です。坂本 D と一緒に、さっき言った名前、ね、あ、言いました。坂本 D とね、ディレクターと一緒に、はい、紐解いていきたい。なぜ強いのか、はい、まあ、でも聞きます、先に坂本さんは一つ挙げるとするならば何だと思いますか。まあ、いくつもあると思います。急に聞きましたね。なぜ強いのか、うん、戦術と戦力がしっかりマッチしてる。ほう、戦術と戦力がマッチしてる。だからスキッペ監督の戦術とそれに応える選手の、うん、戦力が合ってると、非常に合ってると。それは戦力に、今このある戦力に対してスキッペ監督はこの戦略を合わせたのかな。キャンプは遅れましたよね。そうです、遅れて来られたので、まあ、佐々木選手もおっしゃったんですけど、最初はスキッペ監督が来るまで、あのスキッペ監督がやろうとするサッカーの完全理解をしてなかったと、うん、来られて一緒に初めてやって、うん、あ、こういうふうにやっていくんだっていうのが完全に理解できたというところで、まあ、もちろんキャンプからずっとやってきましたけども、まあ、合流をされて、でそこからさらにこうレベルアップしていく中で、まあ、最初は本当に、ゲーゲンプレスという言葉もあったんですけど、前からプレスしていくプレスかけて、はい、っていうのをすごく激しく言ってたんですけど、まあ、夏場、まあ、暑い中でそれをなかなか続けるのは難しいっていうのもある中で、徐々に変化していって、はい、プレースタイル、もちろんそこの前からプレスっていうのはベースにある中で、まあ、他のいろんな選手も交えながら、ある程度ちょっとサッカーが軽減したそうですね、ながら、サッカーもどんどん進化していってると。ああ、だからスキッペ監督もやっぱりいろいろ変えてるんだ、まあ、これだけ絶対やりなさいじゃなくて、ちょっと疲れなんか見ながらもうまくやってる、はい、おお、まあ、やっぱスキッペ監督もいや大きいよね。はい、確かに、なんかこうよく、まあ、いろんなインタビューとか取材とかを通して、そのスキッペ監督 の、 その声かけ、個人的さとかもよく言われるじゃないですか、うん、やっぱそれも合ってるんですか、そ
か、選手たちに。非常に、それは選手も言ってると思います。はい、あと、あと、勝ったら次の日休みにする。あ、はいはい、ありますね、なかなかね、それまでは、次の日はちょっとこう、リカバリーして、翌々日に休むのがあれだったの、そういう変えるっていうのもいいよね。でもあれをそのエンジンで明日休みだって言って、うん、イエーイって言える環境ってすごくいいオーラじゃないですか。いや、確かにそうです。いい雰囲気じゃないと言えないじゃないですか、うん、そうなんか、まあ、あのシーンありましたけど、うん、今日の放送でもなんかもうあそこだけ切り取ってもなんかすっごくいいんだろうなっていうのが思いますよね。他、山内さん、いくつかですね、はい、今日は項目をご用意したんですけど、ユース選手、ユース出身の選手が活躍している、はい、ミスター選手ね、田中選手、川村拓夢選手、うんうんうん、このミスター、まあ、特にミスター、川村選手の名前はね、今シーズン何回出てきたか、よく聞く。でもしかも、ミスター選手は、まあ、結構最初で、川村選手が夏場でボン出てきたので、こういった変わった選手が活躍するのもありますし、このユース出身っていうのがいいよね。うん、いや、自前の選手で。はいはいはい、はい。これがなんかこのホームグローン制度っていうんですか。はい。そうなんだ。はい。ですね。まあ、いろんなルールはあるんですけども、ある程度広島に、関係のある、ゆかりのある選手という形で、うん、そのホームグローンの、選手が広島、サンフレッチェ広島、特にその人数が多いという形で、うん、非常にこう、地域といいますか、育成型クラブの、はいはい、目指すところっていうので今非常にそういった意味でも注目されていると。いやー、まあ確かにね、まあ、それはあると思う。うんうんうん、やっぱりね、まあプロ野球もいろんなとこから全国からね、カープに入団したら広島に来るわけじゃん、はい、でそこで初めて広島弁聞いたり、うんうんうん、ちょっと環境が違ったり、それはいろいろやっぱり合わせなきゃいけない部分があると思う、うん、それがまあ広島にいた人っていうのは、うん、まあ、広島面で怒られてもね、うん、そうですね、まあ、あれが聞き慣れてるしみたいな、うんうんうん、そういったところもやっぱあると思います。はいはいはい、うん、やっぱりこう慣れている環境でちょっと近い環境に近いところもある。ホームグローン制度かっこいいですね。かっこいいね、ホームグローン制度というか。あとは、あとは、あ、大迫選手、大迫選手もユースじゃない？ユースです。川村選手、三田選手、ちょっと今、レンタル行ってますけど、千葉選手と同期、うん、日本世代、うん、同じ世代。そのユースすごいね。すごい。その時のユース強かった。強かった。大阪選手は日本代表にもね、はい、選ばれたりもしてますので、はい、そういうところで新になってるよね。いや、あと大人。どんなところ。大人でした。なんか、だって私多分今おいくつですか？21人ぐらいかな。いや、私すごい思ってる。そうですね、まあ、同期だから、そうか、三田選手と川村選手が22、23か、まあ、多分彼がとにかく20歳だったんですよ、はい、その時20歳ってねえ、はい、でも本当はミックスゾーンっていって直接こうお話が、はい、取材ができるところがあるんですけど、うん、試合終わり、うん、その受け答えみたいなものが本当にこう、なんていうんですか、ちょっと爽やかに笑顔 で、こう気遣いもあるんですよね、メディアに対しても、ありがとうございます、待っていただいてみたいな一言もあったりとか、はあ、いいね、そういった、だからしっかり止められるのかね。そうですね、だから、まあ、いろんなね、きっと経験も苦しいこともたくさんあったと思うんですけど、うん、なんかそのお人柄も、そう、ちょっとこうカードで例えて失礼になるかもしれないんですけど、大瀬良投手みたいなものを感じるというか、だからでも本当にサッカーに対しても真摯にすごく向き合ってるかなと思うんですが、うん、あ、前なんかね、ディフェンダーの人がオンゴールかなんかして、その切り替えていけよみたいな声かけがあったじゃないですか、はい、まあ、ああいったところがね、やっぱりこう、はい、いいよね、みんなで守ろうぜみたいな、気にしないでいいよ。やっぱりキーパーがすごい声を出すのは大事大事ですね。まあ、試合だからね。試合中にコーチングって言って、ディフェンダーとかがどういうふうに動けばっていうのを、まあ、もちろん声も出してますし、キャッチャーだ、守備をどういうふうに構築していくかとかいうところは、非常に後ろから声かけを、ものすごいでかい声で、今度さ、その声をどんな声出してるか聞きに行ってみようよ、スポラバで。スポラバで聞きましょう、ね、もう至急、それは、ね、至急聞きましょう、至急聞きましょう、どんな声かもしれない。だからコロナの時に無観客とかの時は結構なんか、サッカー選手ってこんな喋ってんだって普段聞こえないじゃないですか、音とかで、ね、それを思いましたけどね。うん、だから
もう気になりますよね。どんなことでどうですか。大迫選手ね。確かに。あとは外国人選手。はいはいはい。はい。ドーラス・ビエラ選手、はい、ベン・カリファ選手、はい、エゼキエフ選手、はいはい、結構ね、いろんな国の選手が混ざってて、いろんな特徴があってね、その起用もうまくしてるよね。非常にうまいと思います。なんかこう、日本とか広島っていう土地にもすごくこう愛着があるイメージなんですよ。サンフレッチェの外国人選手って合ってますか。合ってます。いや、それってスタッフのやっぱりこう、なんかそういう手厚い、そういった、後押しがあるんじゃないのかな、多分。合ってます。非常にスタッフのケアというか、広島に来るまでであったりとか、来てからとかいうところも、非常に外国人選手に対する、そうだね、スタッフや気遣いというか。サッカーも一緒だよ、やっぱり。でも、私、それ見たいかもしれません。その外国に決まって、いいね、どういうやり取りをしていつこう広島にとか、よくカープ契約から、そうですそうです。でなんかよく、うん、まだ奥さんは海外、まだあっちなんだってあるじゃないですか、カープの選手、うん、だからそういうサポートとかどういうのか、うん、お食事だったりだってね、いきなり米食べるって言われたからね、お国によってはそれスコラバで、はい、やろう、そうやろう、式やろう、やろう、すみません、仕事が増えました今日ね、はい、そういったところなんです、うん、やっぱ、まあ、強い理由はいっぱいありますけどね。ありますよ。僕一つ言っていいですか。お、はい、お願いします。山内スクープじゃないですけど、はい、てれてて、スキッペ監督の試合の時のユニフォームですよ、はい、これ山内さん黒のポロシャツにこのここのブルーの青の差し色、必ずブルーなんですよ。あれはあれがね、強い秘訣だと思うんですよ。どうですか秘訣ですか。あれ、サポーターでもちょっとあれが欲しいっていう声が上がっていて、僕はね、いつもスキッペ監督の見るとまたあのブルー、そうなんです、速報中のワイプの時もおっしゃってましたね、またブルーみたいな声が聞こえるなって思ってました、ね、私も。でも私もそれ言われて意識するようになりました。だからおそらくスキッペ監督も弦を担いでると思う。なんで、まあ、あれが勝ったからもうずっと一枚なんですかね。いやそれわかんないけど、もしかしたらあれ、いやもしかしたら一枚かもしれない。何枚もあってとかじゃないんですかね。いや一枚かもしれない、一枚かもしれない、まあ、これもそのあたりもチェックです。コラボでね、クラブと提携されているとあるメーカーの、はいはい、が作っているもので、はい、まあ、市販といいますか購入することもできる。あ、うん、できる、山本さんね、ぜひ。俺ね、もう指揮を取りたいよね。ポジティブな声かけで、やっぱり。天皇杯、ルヴァン決勝行った暁には。おいおい、あのブルーをね、決勝優勝したら。印象残ってますよ、はいはいはい、私は。そうですよね、でも私も今、パッと出てきました。出てるよ。ちょっとそのタイプ、それが強い要因だと。見ましょう、ぜひ。はい。ありがとうございました、いろいろ。ありがとうございます。はい。さあということで、スポラバチャンネルですが、こんなことを話してほしいなど、はい、テーマを募集しております、うん、スポラバ公式ツイッターまたはスポラバ公式ホームページから、募集しておりますので、ぜひ皆さん送ってください。はい、それではいきますよ。間違えた。それではあ、何でしたっけ。あら、良い夜をだけどもうサンフレッチェだもん。そうです ね。それではサンフレッチェ頑張れ良い夜を。よいよいよ。